川端です。よろしくお願いします。今回はですね、2の18乗引く1を素因数分解しなさいという問題をね、解説していきたいというふうに思います。まずね、2をさすがにね、18回かけてそれを1引いてその数をね、2で割れるかな、3で割れるかなとかって考えていくのはちょっと大変です。じゃあどうやって解いていくのかというと、素因数分解っていうのは、まあ要は因数分解なんですね。なので掛け算の形にすればいいわけですから、普通にね、因数分解する感覚でね、解いていきたいというふうに思います。まずはですね、この2の18乗引く1なんですけども、この1をあえて18乗っていうふうに考えます。1と1の18乗は等しいですね。1を18回かけても1だから、ということで、でさらにですね、ちょっと因数分解っぽくちょっと文字にしましょうか。2を A、1を B と置きます。そうするとこれはですね、A の18乗引く B の18乗という形にすることができますよね。続いて18乗ですけれども、これを9乗の2乗って考えます。どういうことかっていうと、 A の9乗の2乗、9と2かけて18乗になってればいいですからね。続いてこちら側も同じ B の9乗の2乗で、なんでこのように変形したかっていうと、これは2乗引く2乗なので因数分解することができますね。 X 乗引く Y 2乗は X たす Y X 引く Y になりますので、これを使ってですね、因数分解すると。したがって、この式はですね、 A の9乗たす B の9乗 A の9乗引く B の9乗というぐらいになります。まあ、ここでですね、A に2、B を1を代入してグワーってやってもいいんですけども、まあそれでもまだちょっと大変なので、もうちょっと因数分解しましょうか。 A の9乗たす B の9乗ですけれども、これはですね、 A の9乗を3乗の3乗って考えます。 A の3乗の3乗、同様に B の9乗も同じ B の3乗の3乗、こちらも同じようにやります。こちら側も A の3乗の3乗引く B の3乗の3乗、こんな具合にやってあげます。そうすると3乗の和と3乗の差が出てきますね。ここで3乗の和 X3 乗たす Y3 乗これだったら因数分解括弧 X たす Y 括弧 X 2乗引く XY たす Y の2乗というふうになります。また X3 乗引く Y3 乗だったら括弧 x 引く y 括弧 x 2乗たす xy たす y の2乗という具合に変形することができます。これを使ってあげて、この式はこのね、x のところにこの a の3乗を入れてってください。そうすると a の3乗たす b の3乗で、続いてここに x の2乗のところですが、今 x がA の3乗なので3乗の2乗、つまりこれ6乗になりますね、ここの部分。したがってここが A の6乗マイナス A 3乗 B 3乗プラス B の6乗というふうになります。続いてこちら側も同じように、これを使って因数分解します。したがって A 3乗引く B 3乗括弧 A 6乗プラス A 3乗 B 3乗プラス B の6乗という具合に、することができます。でさらに、まあ、A 3乗たす B 3乗 A 3乗引く B 3乗さらに因数分解できるんですが、まあ、ちょっとここで止めておきましょうかね。まあ、どうせ A に2、B に1を入れるだけですからね。そうすると A に2、B に1を入れると、ここ2の3乗になりますね。ここは1の3乗になりますね。つまり、8たす1で9とかいうふうに、あとはもう入れていけばいいようですね。はい。そうすると、ここは、9になり、で、ここは、2の6乗ですね。2の6乗は、64ですね。64引く8、2の3乗で8。8かける、B は1だから1の3乗。で、足す B は1だから1の6乗は1。ということで、これを計算してあげて、57という具合に出てる。で、さらに、A3 乗引く B3 乗。2の3乗引く1の3乗は8引く1で7ですね。で、最後ここは、ここは同じような計算してますね。64足す、8足す1ですね。したがってこれを計算すると、73という具合になりますね。はい。そうしたら、
まあ、一応素因数分解しなさいっていうことなので、Q はこれ3の2乗になりますね。 Q は3の2乗、3と2、3、57、これ素数じゃないですかね。3で割れますかね、これ、5たす7で12、12は3で割れる。各桁の和が3の倍数だったら、その数は3の倍数です。5たす7は12ですからね。3の倍数。つまり3で割って、これは、3×19 というふうになりますね。で、73、これは割れません。したがって、3の2乗と3かけて、3の3乗。で、あとは、7があって、19があって、最後、73と。いう具合に因数分解できますよ。素因数分解できますよ。ということになります。いいかな？ということで、3乗の和、3乗の差ということで、ここをね、しっかり、覚えて使えれば、このようにね、できます。ということでした。まあ、最初の変形が重要ですかね。はい。以上で解説終わります。では。